マイコ大好き好きクラブの皆さん、どうもこんにちは、チョスでございます。はい、というわけで今回はこちらでございます。見てください、ハッチフェススカウト、来ましたというところで、倉敷マイコのフェス現がついに登場しました。やった。はい、ということですね、マイコ大好き好きクラブの皆様は、もうすごい反応してまして、こんな感じでね、僕がツイートあって言っただけやのに、皆さんからたくさんの、いいね、リツイート、そしてリプがね、飛んできまして、マイコ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 っていうね、もういっぱいマイコが飛んできましたけれども、マイコは飛んできてないな、マイココールが、飛んできましたけれどね、本当皆さんありがとうございます。まあこんだけね、マイココール浸透してるというところで、非常にね嬉しかったでございます。はい、というところで、まあ今日の動画でもね、マイココールたくさんコメント欄に書いていってくださいっていうところなんですけれども、まあ、もうみんな待ってたよね、マイコの、このフェス現、うん。で、登場したら登場したでめっちゃかっこいいっていうね、うん。いや、めちゃくちゃかっこいいシーンでございまして、こんな感じになっておりますと、はい。で、まあちょっと見ていこうかね、久々に、うん。まず球速130キロ、コントロール、3869、スタミナ、3698というふうになっております。はい。でもまあ、もう使い方としては、UR のね、リンクとして使っていくのが、まあ、主流かなというふうに思いますけれども、まあ一応、超属性の先発となっておりまして、じゃあスキル見ていきましょう。ひまわりスキルゲットできまして、9位の極地というスキルをゲットできますと。で、これはですね、投球時、効果が敵打者の三振率を大幅に上昇させる。で、ホームラン率、三塁打率、二塁打率を大幅に減少させ、連打率を抜群に減少させるということになっておりますよ。うん、なので、まあ、結構相手のデバフですね。うんになっておりますと。はい、なのでまあこっちの、ステータスが上がるとかじゃなくて、相手打者のヒットをする確率を下げてくれるよという感じなんじゃないでしょうか。はい、という感じで、でこいつはまあ、フェス限選手なんで、限界突破1回でひまわりスキルゲットすることができるよっていう風になっておりますと。なるほどね、そういう感じになっております。いや、いいじゃないですか。うん、もうフェス限のさ、投手といえば、まあこの間ソラちゃんが来てまして、で、次マイコと来ましてですね、ってなるとまあこの次おそらくですが、野崎が来るんじゃないかなと思うんでございますが、まあ、やっぱりね、マイコも好きですので、うん、やっぱここはちょっと、まあ、10連でもいいからね、引いときたいよねっていうところでございます。はい、でこれでまあ無理やったらおはがちゃで狙っていこうかなっていう感じですね。でこのマイコの1個の特徴としまして、まあ、よくさ、ほら、あの他のフェス限とかやと、ダブルポジション適正とかでさ、ファーストとサード守れたりとか、ショートとセカンド守れたりとかするじゃないですか。でこのマイコもそうでして、なんとですね、先発、中継ぎ、抑え、すべていけると。いや、素晴らしいですね。うん、なので、まあ、あんまりこう、まあ、UR マイコは持ってるけど、他の、シーンで中継ぎとか抑えのマイコを持ってないと、ね、いう方いらっしゃると思います。はい、なので、そういう人は、これ一発当てとけば、もう、これ一枚あるだけで、中継ぎもできるし、抑えもできる UR マイコが作れると、そういうことになってるわけですよ。はい。なのでですね、まあ、マイコあんまりいろんなシーン持ってないとか、まあそういう方は特に引いてもいいんじゃないかなって思います。はい。というところで私も引いていこうかなと思います。はい。もうこれはもう適性とか性能がどうとかじゃなくて、もうこれは普通に、かっこいいので引きたいっていうね、まあ、その意思がありました。これゲットして、UR のスキンをこのマイコにするっていうのがちょっと目標です。はい。というところで早速、引いていこうと思いますけれども、今回はまあ何しさ168個あるんですが、まあ、10連だけで、ちょっと抑えとこうかなと思います。というのも、まあ、もうすぐ周年が控えておりますのでね、うん、ちょっとまあそこに向けて、何しさを貯めておきたいっていうのが正直な、まあ、リアルな、ところでございます。はい。でまあ一応このスカウトの特徴として、10連でコインがもらえまして、それを3枚集めると、対象シーンの、シーン専用クリスタルベアマックスがもらえますよと。で、コイン6枚集めると、フェス限選手に変換できますよというところでございます。なのでまあ何しさんに余裕ある人とか、フェス限絶対欲しいよっていう人は、まあ、60連引いて、フェス限回収するのもありかなと思いますっていう感じでございます。はい。でちょっと今気になったのが、低給割合ですね。何パーやったっけ。2%ですね。で、天草と坂上が 1% ずつもらえてるよっていう感じになっております。はい。なのでまあ出るかなどうかなっていう感じですけれども、ちょっと頑張って、引いていこうかなと思います。これはね、マイココール出したいですね、やっぱり。ということでいきます。さあいきましょう。さあ皆さん、コメント欄にマイココールと、もう打っといてください。はい。さあ久々のガチャ動画、何か奇跡を起こしてくれるんじゃないでしょうか。いきます。
マイコお願いします。来い。さあ貴重な10連あ演出なし嘘だろせめて夕方行けや。いやでも分かれへん。さあお、まあ、坂上、天草のシルエットが来ても、まあ、ちょっと嬉しいですよねやっぱり。さあおマイコ来た。マイコん違うくそマイコ来たけどマイコじゃない。いやー今もう皆さんねずっこけたと思いますけれども、これがね僕の動画でございますよ。はい、ということで見ていきましょう。小麦ね。はい、さあ塚原パイセンと、いやーちょっと裏切られたなあれはいやあれは来たと思ったけどな。さあ中野、まあ10連なんでゆっくり見ていきましょうか。はい、いいですね。はい、ヒイラギね。いや違うのよ、もうマイコしか見えてないのよ。いや月島違うやろ。ほい、わしののめでもない。ほい、わしののめ続く。あちょっと待って、ちょっと待って待って待って、ダメ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 。千本ノックどうでもいい。あえもう終わり近いはい、ということですね、こんな感じでございました。マイコ出たんやけどな、悔しいなこれ。8月のシンデレラナイン、宣言通りですね、おはがちゃしていこうかなと思います。はい、とりあえず、優勝15個回収したので、とりあえずねおはがちゃ、まあ、これで、15回は引けるということでございますよ。ということで、まあ普段もおはがちゃするんですけど、もし出た場合はツイッターとかでね、報告させていただこうかなと思いますので、その際は皆さん、またねマイココールを、リプしていただけると幸いでございます。ということでいきましょう。さあ僕結構ねおはがちゃで引くんですよね、こういう時。いきます。マイコ来い、頼む。確定室来い。お夕方、夜ああ夕方に愛されました。また頼む。さあ夕方からマイコ、夕方からマイコ出ず、夕方マイコじゃなくて私っぽく作った雪だるまでしたね違うわ、鈴若でしたね。はい、はい、ということで、まあちょっと皆さんにいいとこお見せすることはできませんでしたが、まあ動画にできたのは良かったかなと思います。はい、ということで、まあ、またぼちぼちね動画出していきますので、コメントくれると嬉しいでございます。はい、ということで、もうすぐね周年のなんかカウントダウンイベントが始まったりだとかね、もうすでにフェス限こんな感じで、いいシーンが来て、楽しいですし、なんか今ね、長谷まりと千葉ちゃんが復刻してたりだとか、まあ、いろいろ盛り上がっておりますので、またこれからもね8内楽しんでまいりましょう。はい、ということで、まあ、ちょっと動画短いですけれどもこんな感じで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、また次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、チョスミナミスイさんのチョスでした。バイバイ。